県警の警察官が通勤で同じバスを利用する乗客を誹謗中傷するメモ紙をバス停などに置く嫌がらせ行為をした疑いで書類送検されました県警はこの警察官を懲戒処分としました県警監察官によりますと県警本部に所属する50代の男性巡査部長は去年8月から12月にかけ 通勤で利用するバス停や付近の路上に、同じバスを利用する乗客の用紙などを誹謗中傷する内容のメモ紙を複数回置く嫌がらせ行為をしました。去年9月、メモに気づいたバス会社の従業員が警察に相談し発覚。去年12月、警戒中の警察官が巡査部長がメモを置くのを確認し、任意で捜査していました。 県警は今月9日、巡査部長を県迷惑行為等防止条例違反の疑いで書類送検し、開国の懲戒処分としました。巡査部長は被害者に対し一方的な嫌悪感を抱いていて、同じバスに乗らないようにしたかった、嫌な気持ちにさせて申し訳ないと話したということです。監察課は職員の職務倫理教養を繰り返し実施して再発防止に努めるとしています。